はい、どうも、吉谷さん。まあ、コンテンツがなければ家は建っていなかったでしょうね。まあ、速稼塾ってのも結局コンテンツビジネスですからね。一番最初はお会いして話してセミナーをするってことを繰り返しました。やっぱりこう会うことが一番大事な実績作りだと思ったからなんですよね。とにかく会って会って会いまくる、会ったことが信用になり、信用がまた人を呼び寄せて会えるみたいなことだったと思います。きっとね、ネオヒルズ塾もそのことを一番大事にしていたんではないかなと思いますね。なんかその牛島くんのフリーエージェントくんみたいなね、お笑いの漫画がありましたけども、あれも全然嘘ではなくって、信頼関係を作って、その後にやっぱりやっとビジネスがあるんだろうなと思います。で、その信頼関係を壊さなければ次のビジネスも続いて、ずっとね、続いていくってことですよね。だからある意味ね、信頼をお金に変え出した時に、それは続かなくなってくるのかなと。あくまでも次の信頼関係を作るためにビジネスをするわけですから、そのビジネスはどこまでも誠実であるべきかなと思うんですよね。でもちょっとね、30万50万100万売って、もしくは借りてそのままとんずらこけば、その瞬間は儲かるでしょうね。労をせず儲かると思います。でもそれからはもうこそこそ隠れながらだんだん自分の世界を狭くしていかなくちゃいけないんで、どっかで結局行き詰まっちゃうんですよね。だって集客するためにはなるべく目立った方がいいのに、目立ちすぎると騙したやつに見つかっちゃうとかね、すっぽかしたやつに見つかっちゃうっていうリスクは高まりますからね。だからそうやってクレームがついてくると、まあクレームってのは何をやってもつきものだよ、じゃあ済まなくなってくると思うんですよね。だからやっぱり正直に誠実にやっていって、一つの節目が10年だと思います。10年やってればさすがにこれは本当だろうと思うんですよ。いや、私自分のことを言いたいわけじゃないんですけども、さすがにね、10年間毎日放送して、その放送中生放送にお前はインチキだって言われればさすがにね、放送しにくくなりますけども、そんなこと全然ないですからね。本当に新しい信頼が結びついて、新しい商品が、リリースできて、そしてどんな商品が欲しいのかは普段のライブ放送やコミュニケーションを教えてくれますからね。何に困ってるんだろうとか、どういったものが信頼に足るものなんだろうっていうのは発信することによって、やっぱりこちらも受信できるし、でご相談いただいた内容がだん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 偏っていけば、その問題解決する商品をコンテンツ作りするみたいなね。本当にだからマーケットが全部教えてくれますよね。世の中の数万人数十万人のマーケットじゃなくていいんですよ。自分と直接つながってる数十人がマーケットを作ってるんですよね。それだけで十分じゃないかなと。多分吉谷さんも同じでしょうね。私たちが 100% 相手にするべきは私たちとつながってる人だけなんですよ。つながってない人のデータがいくらね、10万20万積み重なっても、それは一つのネタでしかないかなと。直接関係あるのは私たちの目の前にいる人が何に困っているのか、そしてお問い合わせくださった方がどんな問題解決をしたいのか、それが分かれば商品は作れていく、コンテンツは作れていくってことですよね。はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。いってらっしゃい。